こんばんは、今夜のうさぴよの巣はこちらの方、ドラクエ消し消しのイベント、ドラクエこちらは5ですね。こちらの父パパスとの旅路やっていこうと思っております。はい、凶暴な魔物たちが勢いを盛り返し、世界各地で不穏な事件が起きる。世の中は乱れ、悪の意志は人の心にも伝染した。どこからともなく魔族を束ねる大魔王の噂も聞こえ始め、怯える人々の心に暗い影を落とす。そしてこの時代に勇者はいない。かつて世界の平和を救った勇者の行方は誰も知らない。その血筋が今続いているのかどうかさえも。魔物がはびこる危険な土地を踏み越え、世界をめぐって歩く親子の姿があった。何かを探し求めるように長い旅路を一歩一歩進んでいく。長い旅路の果てに、かつて暮らした三太郎家の村に戻った親子。そこには父の病気を治すため、ビアンカという少女が母と一緒に薬を取りに訪れていた。無事に薬を手に入れた親子をアルカパの町まで送り届けるが、そこではお化けの噂や町のあちこちで不思議ないたずらが起こっていた。仲良くなったパパスの息子とビアンカは、いじめっ子たちに子猫がいたずらされているのを見つける。見かねたビアンカは子猫を助けようとするが、いじめっ子たちは条件を出す。その条件とは、レヌール城のお化けを退治すること。子猫を助けるため、二人はこっそり夜のアルカパの町を抜け出し、無人のレヌール城へと向かう。はい、ここから先は落書きによって記録が読み取れないとなっております。はい、こんな感じでストーリー進んでいくんですけれども、まあこちらですね、まあ GO やってる方だったらかなり楽しめるお話になってんじゃないかと思うんだけどな。どうだろう。まあまずは始めていこう。なんか、相変わらず、可愛いな、落書き。っていうか、歯が2本しかねえぞ、こいつ。はい、ということで、ドラクエの F5、レヌール城でございます。まずは、ここでお話。あ、誰お前。昔々、レヌールの城には、たくましい王と美しい王妃が住んでいました。突然始まったな。しかし二人には子供ができず、いつしか大けもたえ、お城には誰もいなくなったのでした。ところがそのレヌール城から夜な夜なすすり泣く声が聞こえてくるというのです。ちょっとちょっと、いきなり挟んできたな。今そんな話を思い出さないでよ。まあね、時と場所を選べ。二人で一緒にお城のお化けをやっつけて、いじめっ子たちから猫さんを助けてあげなきゃ。かわいいな、幼少じビアンカ。まだ小さいのにとっても勇敢な子たちね。プルプル、僕だって負けないよ。うささん。後ろからついていくね。この顔芸。王子スライムの顔芸。このお城ってもともとはどんなお城だったのかな。こんなに大きいのに誰もいないなんて不思議だね。まあ、廃墟はよくありがちでございますので。なんだか暗いし、不気味な感じ。ちょっと涙ぐんでるな。実は怖いだろ、お前。はい。かわいいぞ。そして、これ、こいつもかわいいな、親瓶。はい。ということで進めていこうと思います。まずはステージ1の1からやっていきますね。多分、相変わらずこのイベント系、ドラクエイベント系は、まあ、いつも通り、最初の全般はステージ1と2の2本立てで行くんだと思うんですね。で、また1週間ぐらい経ってから後半のイベントが配信されるんじゃないかって思って、なんか結構早いな。もうちょっと弱いパーティーで来てもよかったような気がする。はい。ちなみに今回の
このドラクエ5のボス戦では、弱点属性、簡単に終わったな。はい、秒で終わってしまった気がする。はい、は確か赤だったと思うんですけども、赤いキャラクターあんまり育ってたかな。あと、星さんも取れた。このイベント系は必ずミッションがあって、ミッションの方で大抵そのイベント限定のキャラクターのドラ消しで倒すとクリアのミッションがあったはずなので、そちらの方も調べてゲットしていきたいと思います。ということで、はい、だんだん進んでいくんですけども、こちらの方ストーリーの方をどんどんと進めていきたいと思うので、発展した。ビアンカがいなくなっちゃったのか逃げ出しちゃったな、怖くて。今幽霊さんを見ちゃったか。オージスダイオン見ちゃいましたか。霊感があったんだね。さすがモンスターなだけあります。吐くから人の声のようなものが聞こえる。少年は力いっぱい墓石を押した。ああ苦しかった。今まで何してたのよ。開口一番それですか。でも助けてくれたからまあいいわ。ありがとう。さあ行きましょう。切り替え早。切り替え早。でもこれストーリーが何だろう、知ってる人を前提とした話の進み方をしてしまっていますね。細かい説明全然ないな。ねえ、さっきから黙ってるけど、もしかして来るの嫌だった？そりゃまあ、でも嫌そうじゃない顔してる。なんだ緊張してたのね。大丈夫よ、さあ行きましょう。この子ほんと切り替え早いな。心配してたのかなって思いきや、上の階の箱見た？外文字で何か書いてあったね。しましまをたくさんっておまじないみたいね。あ、ヒントくれたね。はい、なんかこういきなり手のひらくるーでいきなりその心配を忘れる。かわいいな。でもモンスターも可愛いんだよね、これ。尺に触ることに。敵ながら、来た、親分コース。ほほう、ここまで来るとは、大したガキどもだ。褒美に、美味しい料理を作ってやろうじゃないか。やった。さあ、こっちに来なさい。ただし、お前らがその料理の材料だがな。なんか言ってることが、雑魚っぽいんだけど、ね。小物っぽいっていうか、今一つこう重厚感というものがだな。ないね。はい、で話は進んでいく。で別にお化けさんが怖いわけじゃないよ。びっくりするのが苦手なだけだよ。本当だよ。かわいい。というかやっぱりね、このとはい、おーこりゃうまそうだ。やっとごちそうが出たぞ。いきなりなんか食われる前提に話が進んでる。そしてその食われる話を聞いていてもこの子全然動じてない。あ、こいつも動じてない。はい、会話のこのちぐはぐさがなんとも言えんというかたまらんですな。はい、でもなんとかやっつけたけどびっくりしちゃったね。きっとさっきのあいつがこのお城の悪いお化けよね。悪いお化けかな。絶対許さないんだから。可愛いけど子供らしさがあるけど、でもあ、まあ言ってること全部一緒だな、もうほとんど。で進んでいくと次はなんか上とか下とかすごい高低差がある動きをするようになったんですよね、マップがね。なんと骸骨どもはお前たちを食べ損ねたようだな。
食べられませんでした。ではこの俺様が食ってやろう。小物感すごい小物感のするそしてビアンカがその一生懸命怖いようにしようとしている親瓶のセリフを全く聞いていないかのようなこの宝箱のヒントを出してくる。そしてオージスダイムも全く関係のないことを言っているというこの親瓶の話聞いてあげてみんな聞いてあげて注目まあ一応親瓶だから少し強めのパーティーで挑んでみますか。まあ一応ね、はい、まだステージ1のボスではありますけれども、ああ緊張感ない顔してるすごいもうなんか愛すべきって感じだな。憎めねー。あ、この動きは多分この今横向いたし、このマップからするとこれ動き回るけど、ボスが動き回るけど、この一番上の上段だけをこう左行ったり右行ったりするだけのやつだ。これ絶対そうだ。あかんやん。でもまあこれで進んでいく。まずは、そうそう、さっき話しかけてたんだけども、多分イベント限定のキャラクターのドラ消しを使ってこいつ倒すと多分ミッションクリアとかあるはずだから、それも調べてちゃんとゲットしてからもう一度挑みたいと思ってはいる。でもまださすがにすぐにはやっつけられないと思うんだけど、やっつけられたわ一撃だったわ。いやもうちょっと耐えてくれるかと思ってたらすごいあっさりとクリアしちゃった。この調子なんかお話ししようと思ってたんだけど全部なんかすとんだ。終わった。終わってしまいました残念はい終了終了。はい解散。中古順でまあいいけども早かったな。頑張れよ親瓶。はい親瓶ゴーストだっけ、名前なんかちょっと私の好きなようになんかちょっと変えちゃったけど、でこれではいステージ22に行ける。宝箱も開けられるようになった。やった親分ゴースト助けてくれ、この城からは出ていくから親分ゴースト消え去ったやったわね。さあ帰りましょうすげえあっさりしてる。そして結構親分ゴーストかわいそうだった。少年たちが退治したという噂はその夜のうちに広まった早っ。もうお化けさんはいないよね。お化けさん静かで平和なお城になりそうね。あら、あの墓のところのキラキラは何かしら。お墓のところキラキラしてたのね。なんだか不思議な力を感じるよ。あったなそんなのね、お墓キラキラしてるのな。後で見に行こう。なんとアイコンを見つけた。あ、やったかわいい。幼少ビアンカのアイコンゲットだぜ。ということで多分これで次のところに行ける話だ。あ、次の出てきたわー。こわー、またすっごい顔がすっごい強めな顔、癖が強い顔のボスが、はい、でんプルプル冷凍スライムになっちゃう。探し物は本当にここにあるのかな。ん、氷の館っていうくらいだから辺り一面カチコチね。ん、この建物って綺麗だけど寒い。えこのままだと世界中にこんな風に凍ってしまう日が来る。え、ちょっと待って、なんだか悪意を感じる寒さよね。あ、春が待ち遠しいわ。張り切って春風のフルートを取り返しに行きましょう。で、エルフ好きだし可愛いんだけど、話唐突。ジョーさんからたくさんのスコアです。なんかヒントくれた。すっごいぶん投げられた感じ。今が夏だったら涼しくていいんだけど、冬にこういうところは嫌よね。ちょっと話唐突だなー。ちゅうことで、はい、
ドラゴンクエスト景色誌のイベント、ドラゴンクエスト5、このイベントでございます。父パパスとの旅路、そしてステージ1今クリアしたところでございます。ステージ2に行ったらすごいいきなり話がかっ飛んで進んでおります。何が何だか全く分かりません。はい、説明ないです。雑です。はい、ここからどうやって進んでいくんでしょう。ということで次のステージ2の回をまたお楽しみにしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは今回はここまで。またね。